こんにちは、サテイロです。僕たちサテイロはもう付き合い始めて3年以上経ってるんですけれども、やっぱそろそろね、3年も経てば相手に言えない秘密の一つや二つあると思うんですよ。僕はないですけど、ゆいさんにその一つや二つの秘密がないとも限らないので、今回はあるものを買いました。こちらです。嘘発見器を今回は購入いたしました。問い詰めるだけではやっぱり3年も一緒にいるので、うまく言いくるめられてしまうと思うんですよ。なんで今回は言い逃れできないように、こちら嘘発見器をカップルでやったらどうなるのかという動画を撮っていきたいと思います。喧嘩になったらごめんなさい。すげー適当に入ってんじゃん。めっちゃ適当に入ってるよ。こんなもんなのかね。いやー、ちょっと今回ね、これを口実にいろいろ聞き出してやりたいと思いますよ。ゆいさん、ちょっと来てください。ゆいさん、ちょっと座ってください。今回はあなたを確かめたいと思います。3年付き合ってる中で僕に隠し事をしてることがきっとあると思うので、今回はこちらの嘘発見器を用意しました。ねえ、ゆいのこと信じてくれてないの？3年もいるのに信じてくれない？信じてるけど、これをやることによって、より信じ、なんで抵抗するの？隠してることがないんだったら、これ手を置けるはずだよ。ないけどさ。ほら、手を置いて、ほら。ないけど、なんでこんなことするのって感じ。じゃあ、いきますよ。まず最初の質問。正直、もう3年間で里広には飽きている。いいえ。嘘か、本当か。正直、チャンネル登録者数の違いで里広をバカにしている。いえ。おお、なんか面白くないな。なんか面白くないな。いきますよ。じゃあ3つ目の質問、はい、正直誰にも言っていないが、この3年間で浮気をしそうになったことがある。しそうなんだ。いいえ、したじゃないんだ、しそうなんだ。おお。つまんねえな、なんだよそれ。じゃあヒロ君で次やってやろうじゃねえの。じゃあ飽きた。いいえ。いかほどなものか。なんか最近でもヒロ君飽きてそうだな、嘘ついてそうだな。だからさ、これさ、いくらさ平常心を保てるかっていう訓練だよね。おい。正直マザコンです。いいえ。いいえ。いいえ。ひどくマザコンなの？逆にどう思う？そう思い当たる節はあるな。ないだろうよ。やめろ、誤解されるから。家と付き合ってから女の子と二人きりでご飯食べに行ったことがある？いいえ、ありませんから。お、正直何とは言わないが、里広に隠していて言えない秘密がある。いいえ。これなったらやばいよ。動画的にどうなの？じゃあ最後、正直、はい、ゆいと今後結婚したいと思う？いいえ。思うでいいえだから、これなってもらわないと。そう、嘘発見でブルブルってなんないと困るってこと。なってください。なんなかったらショックです。俺もちょっといろいろ今後やばいんだけど。